はい、ということで皆さんどうもご無沙汰しております、サヨンジでございますけれども、ちょっとね今日はとんでもない映像を皆さんにご覧に入れたいと思います。ここはですね、鳥取県米子市五島総合車両所というところに来ております。今回は鳥取県さん、それから JR 西日本さんご協力のもとですね、この車両基地の中に特別に入るということがねできることになっておりまして、この車両基地って JR 西日本のね名だたる特急列車とか機動車っていうのがここで、まあ、車両のね検査とか修理とかね、そういうのを行う施設なんですよ。皆さんがご存知のところで言えば寝台特急サンライズ号とかもここでね検査を行ってるんですよね。そんな中でですね、まあ、以前 JR からもリリースがあったと思いますが、昨年のねダイヤ改正でここ山陰とそれから岡山を結ぶ特急ヤクモ号、リバイバル塗装のね国鉄色のヤクモとかが誕生したと思うんですが、今回はそれに引き続き第2弾、かつて走っていた特急スーパーヤクモ塗装っていうのが復活することが決まっています。でまさに今からですね、まあ、今もすでに進んでるんかと思うんですが、この車両基地の中でですね、そのヤクモの塗装を塗り替える作業というのが行われているんですよ。で今回はこのスーパーヤクモ復活の瞬間にね光栄にも立ち会うことができるということで、どのようにしてねこれ塗装がなされているのかっていうのを本当にねこれは特別公開、サイオンジチャンネルでしか多分上がらないと思うんですが、撮り鉄旅のね僕応援団長というのをやらせていただいてますんで、まあ、そのご縁があってですね潜入することができるようになったのでした。はいはいはい、ということでですね移動してまいりました。まさに今ここで今僕の横にねヤクモがいるという状況なんですが、見ての通りですね安全対策がバッチリなされておりまして、人生初のねこれ防毒マスクをやっております。ここがその塗装をするところだと思うんですが、ちょっと僕の声聞こえづらいですよね、すいません。こんな感じ、なんて書いてある、自動運転、あ、異常発生してるやん、異常発生中、すごいすごい、ここでまさに塗装やってんだ。第2種有機溶剤、有機溶剤っていうのはやっぱりこれ塗装に使うもんですよね。雨とか風で簡単に剥がれてはダメですから、やっぱり特殊な強めのね塗装の材料を使ってるはずです。ここからちょっと覗かせていただこう。うわーすごいすごい、こちら381系の皆さんヤクモ号ですよ。いつもはこんな感じのカラーリング、今ちょっと写真載せますけど、こんな感じの塗装してるんですが、今どういう状態かというとですね、普段の赤と白色のねラインがありますが、一旦それをまあ剥がすっていうかね、ある程度色がね上からまた塗装した時に目立たないように隠しているという状態です。でそれから結構ね凹凸みたいなのがあったらしくて、そういうところをこうやって削ったりね、できるだけ次上からするスーパーヤクモの塗装っていうのが馴染みやすいような下地作りがね行われているわけです。まあ、化粧とかするときにもね下地っていうのをすると思うんですけど、まあ、それと似たような要領だと思われます。特急のエンブレムとかそれからヘッドマーク、この膜のところっていうのは塗装のインクがつかないようにカバーがされているのが分かりますね。すごいな、下の方まで完全にカバーされてる、こんな特急見たことないわ。これからまず第1色目の塗装っていうのがなされるみたいですよ。いやいやいや、こんな姿を見れるのはね、これはすごいよ、本当に貴重な経験です。床下のとこも完全に覆われてるわ、すごいすごい、これがインクだな。今からまさにフロント部分から塗装が始まるみたいですよ。こんな感じのスプレーみたいな、いや違うな、スプレー、高性能スプレーみたいな、そんな感じの機材を持たれておりますが、これをもってしてスーパーヤクモは紫主体の色ですからね。あ、ちょうど紫だ、うわすごいすごい、復活のスーパーヤクモでございます。これはちょっと歴史的な瞬間なんじゃないかな。1994年にヤクモがもともと走ってましたが、その中で速達列車、速い列車4往復、これがスーパーヤクモという名前に置き換わりました。その後2006年にスーパーヤクモという名前はなくなってですね、全ての列車がヤクモとして今でも親しまれているわけですが、約20年の時を経てここにスーパーヤクモが復活でございます。こういった台みたいなのに乗ってまんべんなく、これ手作業でやっていくんですね。これはすごいすごい、こんなでもあれなんですね、
すごいこのスプレーがなんていうかまんべんなく散らばるような構造になってるんですね。まあもちろんこの人がねうまいっていうのもあると思うんですけど、あっという間にこの前面部分がすぐ紫に染まりましたよ。すいませんね、僕がちょっと何言ってるかわからないと思うんですけど、防毒マスクがね、まあ、それだけ強固なものであるというふうに考えていただければと思いますが、こんな感じで専用の台のようなものに乗って、そして手作業でまんべんなく塗装されているっていうのがお分かりいただけるはずです。僕がやったらちょっとこれぐちゃぐちゃになってしまうんじゃないかなと思うんですが、いやこれぞまさに熟練の技。これ溶剤についてもねお聞きしたんですが、独自に色味等を調合したものになっているそうです。こう艶がね結構発色よく鮮やかな感じで見えるようにというところで、あとは環境に配慮して有機溶剤ができるだけ入っていないものを使っているそうです。まあ、この空間の中は密閉することができるようになっているんですね。中に自動塗装装置っていうのがあって、まあ、後で見えますが、これによってプログラミングすることでね、人間の手ではなくてもう機械で全自動で塗装するということができるんですが、スーパーヤクモは日常的に塗られている色ではないので、だから手作業でやっているというわけです。こうやって空間の中のシャッターとかが開いているんで、さっき異常発生中っていうねライトが点灯していたのもそのためです。それからこちらがですねパノラマ車両、これからこのスーパーヤクモ塗装になるのを控えてですね、現在待機中の列車になっております。現行のゆったりヤクモ塗装がまさに似合っておりますが、まあ、今連結気筒ももう取り外されて、今僕が塗装を見ている車両 の塗り終わりっていうのがね終わり次第この列車も塗装されるということなんですね。もう帰ってくるとこのような感じ、あっという間に側面も塗られておりましてツヤツヤでございます。所要時間については、まあ、大体でもね側面だけで15分くらいかな、短くないですか。自動でねこの塗装する装置とほぼ所要時間というのは変わらないみたいですよ。そして特別に許可をいただいてですね、これはまた夢のような体験ですが、早速中に入らせていただくということができました。こちらなかなかね普段駅でもこの距離から列車を見るということはできないんでね、迫力が違いますが、まだこの塗料が乾いてないということもありまして、ひときわ艶が際立って見えますよね。まあ、そもそもこの艶がね結構見えるような塗料というふうにはおっしゃってたんですが、この通り拡大してみても塗りムラのようなものがあまり見当たりません。ただこれねもう一度やっぱり塗る必要があるということで、これでも塗りムラがあるみたいなんですよね。ちょっと素人目に見て正直わからないんですが、このあともう一度同じ色を重ね塗り固め塗りと言われるそうですが、これをして、そして今度はラインを引いていくことになるわけです。これ今見えているのが先ほども言っていた自動塗装装置ですね。なかなかかっこいい見た目をしておりますが、赤系のねこう塗料の跡っていうのがあるのがお分かりいただけると思います。まさに今走っている現行のゆったりヤクモ色とか、それについてはこの自動塗装装置で塗ったんじゃないかと思われます。こういう見た目ですが、すごいうねうねっと動いてね、本当に人間の手のようにまんべんなく塗料を塗っていくそうです。そして側面の方も丁寧に塗っていきます。作業員さんの方にね確認してもやっぱり難しいみたいですね。こう手でムラなく塗っていくっていうのは、僕美術ね10段階で4とか5とかだったんで、もう最悪だったんで向いてないのかなと思いますが、これをいとも簡単そうにねやっているっていうのがすごいなと思いながら感服しておりました。この通りただでさえツヤがあるところですが、さらに輝きがね増しているのをお分かりいただけると思います。そして2度の塗り作業というのが終わりまして、これでベースのね紫色の塗りっていうのは終了になります。こちら、うん、確かにさっき見た時よりも艶が際立っているように見えますよね。この職人技によって固め塗りをされて、ここからまだ塗料が乾いてないんですね。絵の具みたいにすぐ乾くものではないので1日ほど寝かせる必要があります。そしてちょっとご厚意に甘えて、こちらこの塗り作業に使っていた台車に乗せていただけるということになりまして、この塗りたてほやほやの新塗装スーパーヤクモ復活編成を間近で見ることができました。この連結部分についても後で塗るそうですが、今はこの側面とそして前面部分、ここを紫に塗るっていうのがまず第一歩なんですね。乾燥させないとぐちゃぐちゃになってしまいますので、一色一色分けて作業するという必要があります。すごいそういう意味でも手間がかかるんですよ。近づいてみても本当にすごいツヤツヤですよね。行き先表示のところとかはカバーがかかっているのが分かりますが、凹凸についてもほぼありません。芸能人のお肌みたいですね。見たことないですけど、
こちらがフロント部分、やっぱりこうヤクモとして実際に走るということになりますと、伯備線の区間とかはね雪が降りますし、まあ、そして雨とか風に鉄道は絶えずむき出しの状態ですから、まあ、そんな中でもこう塗装がね剥げることなく、まあ、しっかりと残ると、そういった背景にはこんな感じで固め塗りをされていたり、すごい丁寧な作業っていうのが裏側にあったわけです。ここからシャッターは閉められて、これから乾燥の作業に入ります。でちょっとこの後特別にまた見させていただいたんですが、これ別のところに移動しましてですね、もうすでに塗り作業が完成しているスーパーヤクモの塗装、これを間近で見たいと思います。もう奥の方に止まってますが、ベースの紫色を塗った後どうなるのか、こちら、いやすごい、もうこれ本当に一般の人で見たの僕が初めてなんじゃないかと思うんですが、ツヤツヤのスーパーヤクモだ。僕はね2000年の台というのもあって乗ったことはないんですが、図鑑でもちろん見ておりました。一番下の紫っていうのがやっぱりね、さっきよりちょっと色変わってみますよね。乾くと若干色は変化するそうです。そしてその上ちょっとこうグレーがかった紫、これが2色目、乾燥した後にもう一度これを塗って乾燥をまたさせます。そしてこの紫と白のラインですね、これについては塗装ではなくてテープ、これを上から貼っているとのことです。もう正直ちょっと全然わからないんですが、これによって薄紫、紫、白でグレー紫、そして白紫か、薄紫ですね、まあ、正確には色の名前があると思うんですが、いやこうしてスーパーヤクモ色に生まれ変わるわけです。いや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 、ということで素晴らしいものを見たな。ちょっと感動です。僕の目の前でスーパーヤクモが復活した、まあ、完全にね復活したわけではないんですが、まあ、ただ完成形のねもう車両っていうのも止まっておりまして、この後1日ぐらい乾燥させた後にですね、また上から塗って、そしてラインを引いて、これで正真正銘スーパーヤクモの塗装が出来上がるということになっておりまして、まあ、僕もね初めて防毒マスクしたんですけど、すごいですね。まあ日常生きてて防毒マスクをする機会ってちょっとあったら物騒なんですけど、まあ、やっぱりねシンナーの類のものが入ってると強い塗料ですからね、からそうすると匂いもきつくなるんで、もうちょっとね寄ってしまうぐらいにきつい匂いだそうなんで、まあ、それをね防ぎながら職人技をね見ることができました。でこれ今見たスーパーヤクモ編成なんですが、これ2023年の2月17日から実際に特急ヤクモとして岡山から出雲市間で充当されるということが決定しています。なんで普通に誰でもですね、お客さんが切符を買ってこのスーパーヤクモの復活編成に乗ることができるということで、こんなん乗らないわけにはいかないですよね。僕ももちろん1番列車か2番列車かちょっと分かりませんが、どっちにしてもデビューから間もなくすぐにですね乗りに行きたいというふうに思っております。いやこれはねますます山陰地方が盛り上がる一つのきっかけになるんじゃないかなと、機会があればぜひ山陰にお越しくださればというふうに思っております。ということでこの動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。